話が通じない恐怖。どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今日やるゲームはね、こちらのゲームなんですけど、このゲームね、なんか見たことないジャンルだったんですよ。プレイヤーがゲームに参加できるような雰囲気がある参加型ホラーコメディということで、まあもうホラーコメディの時点でなんかちょっとよくわかんないんですけど、笑えるホラーゲームかな。あの令和になってだんだん出てき始めてる。で、プレイヤーがゲームに参加できるって聞いたことないよね。ちょっと面白そうだったんでやってこうと思います。これ話の設定なんだ。あーなるほどね。じゃあやっていこうと思います。話を始める。一応探索ホラーらしいけどね。でもコメディってついてんだよな。あ、大丈夫か、倒れてんな。あー、いいね、脱出ゲームっぽくていいね。どうした、お、なにこれ、声子、聖子声子ではないか、絶対聖子か、聖子ちゃん。声間違えた。起き上がった。おー、かわいい。結構なんか髪色明るいね。あれ？ここ、どこ？おー、知らないところに。あ、もう動けるBGM なんか独特だね。走ったりも一応できると。ってことは追われる可能性あんのかな？なんかティッシュみたいなのあるね、これ上に。関係ないのか？何も取れたりしない。開かない、開かない、開かない。ってことは扉か。ん、鍵かかってるみたい。すいません、誰かいませんか。いや、すみませんね、気になるわこういうの。鍵開けてほしいんですけど。そんな言って開かないよ。うわー、どうしよう、やばい。急に肩幅が異様に広くなってきた。バブルの時のファッション見たくなってきちゃった。どうした、何それ、いらないよそんなの。聖子どうしたの。肩幅の広さにつられて見に来る様子はない。どうやら近くに誰もいないみたい。あ、そういうこと、そういう作戦だったの。釣るみたいな感じで誰も釣られねえわそんな。どうしよう、これ絶対知らぬ間に監禁されたやつだ。一体なんでことに、なんてことに。いや本当だよね。ソシャゲのメンテが開けたと思ったら、すぐまたメンテが始まった時くらいひどい状況かも。いらない、こういうのいらない、そういうの俺が言うからいや俺も言わないけど、こんなことは。とにかくここから出る方法を探さなきゃ。やべえ、聖子に押されてる、実況で押されてる。鍵がどっかにあるんでしょうね。まあ、きっとこれだよね。あ、やった、こんなところにスマホがあるんだけど。あ、スマホなんだこれ。あ、でもこれ私のじゃない。私のスマホは画面バッキバキに割れてるし。あー、いるよね、画面バキバキ系。あれ？よく見たらこのスマホ通話中になってる。やったー、これ助かるかも。いや、待て。監禁した犯人と繋がってる可能性がある。あんまべちゃくちゃ喋んない方がいいんじゃないか？あ、ゲーム説明？急に？このゲームは、あなたがゲームに参加できるような雰囲気があります。どういうこと？雰囲気がありますって。参加できますでいいじゃん。何それ、雰囲気がありますって。保険かけてんな。あなたの発言？え？ゲームに参加できそうなタイミングの時、あなたの発言という文字が画面の中央あたりに表示されます。この時5秒間発言ができますので、キャラクターに話しかけてみてください。え？すご！え、音声認識ってこと？時間が0になったら終了となります。キャラクターに話しかけなくてもゲームは進行できますが、参加してる雰囲気は出ませんので、注意してください。これもしかしてさ、音声認識とかなしでさ、俺が言ったことと、こいつが言うことは話が通じないから、話が通じない恐怖ってことなんじゃないの普通に。おい。めちゃめちゃ悲しいゲームじゃねえか。まあいいか、とりあえずやるか。まあどっちみち俺は実況っていう面では一人でやってるから話通じてないんだけどね、いつも。もうもしもし、ねえ、誰か、これ聞こえてる？お願い、私の声が聞こえてたら何か返事して。わーい！聞こえてるよー！どっち側の人間俺。何を言ってるかよくわかんないんだけど。おい、すげえ恥ずかしい。なんでそんな急に。よくないよ、今のは。もうどっちの立場になったらいいかわかんなかったし。お願い、私の声が聞こえてたら何か返事して。あー、明けましておめでとう！イエーイ !2020! 大丈夫か俺。あ、聞こえた？やった、声聞こえたよ、よかった。聞こえてたのかな。明けましておめでとう。まあ、新年の挨拶はしておかなきゃいけないと思ったけど。
いやちょっと待って、もしかして私をこんなところに閉じ込めたのってあなたなんじゃないの？いや違う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 、俺は違うよ。ねえ一体何が目的なの？いくらなんでもひどすぎるでしょ、早くここから出して。まあそうだよな、新年早々閉じ込められるってほんとひどいよな。私が何をしたっていうの？この前ラーメン屋で味噌ラーメン注文したら塩ラーメン出てきたし、そんなことある？ちゃんと確認したでしょ。いらないんだよな、そういうのいらないんだよな別に。てかさ、いつまで喋んのこの部屋で楽しいから最高です。しかも頼んだ味噌ラーメンなんですけどって言えなくて仕方なく塩ラーメン食べて。俺もそういうタイプ。その時決めたの、もう食券しか信じないって。わかるでしょ。まあ、食券便利だよね。でもラーメン屋って結構食券タイプ多いよね。あ、俺も結構最近ラーメンよく食べるけど塩ラーメン食べたいな久しぶりに。でもこれ何これ、もうはは、ついエキサイティングしちゃった、ちょっと落ち着こう。いや本当に話通じねえ、これストレス溜まってくわちょっとだけ。どうやらあなたは私を閉じ込めた犯人じゃなさそうだね、声の感じでわかるよ。え本当にえそれ褒めてくれてんの？あなたはパーティーゲームを CPU 相手に一人でやってさはははは大正解。そんな人が悪い人なわけないよ。いや全然嬉しくねえけど、でも大正解それ。それに私声優目指してるの。ええー、そうなんだ。あ、だから聖子なんだ。いや逆だ、聖子だったから声優目指してるのかな。まあでもなんか選ばれた人感あるよね。声を聞いたら怪しい人じゃないってすぐ分かったよ。嬉しい。聞こえてないんだけどね。あなたにお願いがあるんだけど、今私知らない部屋に閉じ込められてるの。助けを呼んでほしいけどここがどっかわからないし。それでもしよかったらここから出られるよう電話で手助けしてほしいんだけど、いいかな？任しといて。お、早い早い早い、任しといて。早いよ、いいの、やった、ありがとう。いや早いんだってさっきの。なんでそんな急にカウント早いの？何も言えんかったわ。ゲーム実況って瞬発力の世界なのに何も言えなかった。失格だよ本当に。私の名前は聖子、常に状況を伝えるから通話しっぱなしにしといてね。それじゃよろしく。スマホを手に入れた。でもこれで俺が動かすんだもんな結局。鍵だよな。お、何か本が入ってる。タイトルは必見、イケてる声の出し方73巻。何、制作者さんは声になんかあるの？声優さんを本当に目指してるのかな。長期連載漫画並みに関数あるんだ。へえ、いらねえだろ絶対に73巻もな。その練習してる頃にもう声枯れちまってるわ。ん、何か本が入ってる。タイトルはこれであなたも声優かタラバガニになれる。タラバガニにはなりたくないんだけど。うん、ノーコメントでいくわ。何言っても今のは事故に遭いそうだったから。ん、何か本が入ってる。あ、一緒のやつ。あぶねあぶね、タラバガニだけはなりたくないな。じゃあロッカーかな。ロッカー開けるの怖いな。中にコンビニのおでんつっつく人とかいたら怖い。ちょっと絶妙なライン。いたいたいたね。おでんツンツン、おでんツンツンって言ったよね。もう本当に、思い出させるなあんなんを。なんだあれ、なんだったんだあれ本当に、おでんツンツンって。ここでも言ってるわ。ん、お、何かある。これはバールかな、何か使うかも。お、いいじゃんバール、物騒な持ってるんだな。これもうこじゃけられんじゃね。んー、どうすればここから出られるかな。ね、何かいい方法はないかな。バール、バールを使え、今すぐバールを使ってツンツンしろ、ドアノブツンツンしろ、ドアノブツンツンおじさんだ。なるほどね、そうか、体当たりでドアをぶち破ればいいのか。話通じてねえ、全然通じてねえよ。まあまあでもそれができるならそれでいいんだけどさ。バールは、バール使えよ。探偵アニメとかで見たことあるよ、だいたい中で人死んでるやつね。うん、怖い、急にサイコパスなこと言い出すじゃん。よし行くよ、てい、てい、やあ。おい、すげえ、ドアが開いた、やった。よし、この調子で何かあったら助言よろしくね。おお、俺の助言が役に立った顔はないけど、まあいっか、行こう。はいはいはい、なんだこれ、コンセントか、何が落ちてんだ。あ、充電器でかこんなところに充電器がある、スマホを充電しておこうかな。お、セーブか。ん、今の部分で OK なの？話が通じない恐怖、これが並ぶのが恐怖だわ本当に。並べとくか、何個か、何個か並べとこう。恐怖恐怖、これが一番怖い。とりあえず行きましょう。よし、こっちか。結構広いねー。ま
待て、もうこれ出したら面白いと思ってる状況が面白いわ。なんだこいつは。え、ちょっと今の何？やべえ、めちゃめちゃ綺麗に食べてる。なんなのあれ、変な魚みたいのがいたんだけど、あれってカンパチ？それともヒラマサ？そこじゃねえ。しかもヒラマサってなんだよ。そこじゃねえんだよ、確実に。骨がうようよしてるところだろ。骨に筋肉通ってないからあんなうようよしてねえよ。そこでもねえよ。ブリだって。ブリって言ってる。ブリだ、ブリ人間だ。なんだブリ人間って。言っちゃったよブリ人間。どっか行ったみたい。一体何なの。もう気味が悪い。こっちに全く気がついてなかったから。気がついてなかったの今の。あまり目は良くないみたいだけど、なるべく近づかないようにしよう。え、今の気づかれなかったんだ。怖い。行こう。あ、いる、ブリ人間が。あ、でもあそこにスマホあるよ。うわ、向こうにいるし、こっちに気がついてるのかな。これなんで自分から檻に入ってんだ、ブリ人間。ん、あの台に何か置いてある。なんだあれ。着信ありだね。え、今の音何？このスマホから？もしかして、あなたの嫌がらせ？どうしたの？急にゴミクズ人間になったの？どういうこと？俺が？さっき、いい、悪い人じゃないって言ったのに、そんな急に落とす？あれ？いや、これじゃない。あの台に置いてあるスマホが鳴ったみたい。あ、なるほどね。向こうのスマホね。ブリー！ブリー！本当にブリ人間なんだ。うわぁ、急にブリ人間がハイテンションになったんだけど。あいつ、もしかして大きな音とか聞いたら激しく動くようになるの。よくわかったな、そんなの。マジやばい。あいつの前ではなるべく静かにしといた方がいいよね。そうだね、もう静かにしよう。よし、絶対静かに。うわあ、ごめんなさい、うるさかったね。ちょっと何喋ってんの。静かにした方がいいって言ったばかりでしょ。ちょっと話通じたんだけど。ちゃんと話を聞いててよ。もう話通じたぞ。とりあえず右行ってみるか。あ、また充電がある。セーブしとこうか。これセーブがどれかわかんなくなっちゃうんだよね、一緒だから。これ何、なんかブリ人間仲間になってすんのかなとか。あと、まあ、とりあえずこっち行くか。いる。これ捕まっちゃいけないパターンだな、きっと。ちょ、まず右から行くか。あ、やばい、危ねえ。あ、大丈夫か。うわ、なんだこれ、めっちゃパソコンあるんだけど。なにこれ、アニメの台本。なに、声優さんのなんかアニメーション作るスタジオとかなのかな、これ。アニメの台本が置いてある。内容は親子で皿洗い対決するアニメのようだ。絶対売れない。料理シーンは一切ないみたい。じゃあ売れない。あれだ、昔あったドラマ、バンビーノ。バンビーノのさ、皿洗いシーンだけでくるでしょ。あれ、松潤だからいけるんだよ、あれは。無理だよ、普通は。なんかいろんな機材が置いてある。こういうのが置いてあると、かっこいい感じになるから置いてあるだけなのかも。そんなこと言うなよ。音量を調整するミキサーかな。まあまあ高そうなやつに見えるけど。あれ？どうした？なるほどね。暗号か。ここのボタンだけ光ってるけど、なんだろう。1234。これはパソコンかな。せっかくだからエンターキーをターンしようと思ったけど電源入ってないみたい。あー、やりたがるよね。下にあるのは音響機材のケースかな。中には何も入っていない。なるほど。じゃあちょっと奥行くか。あ、やっぱマイクある。やっぱ声優スタジオなんだ、ここ。マイクだ。これで録音でもするのかな。え、憧れてんでしょ、声優に。ちょっと練習してみたら。あー、あー、お控えめ。ウェイ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 。返せ、俺の控えめって言った言葉を。んー、特に反応はないみたいだけど。ねえ、あなたも何か言ってみて。おい、めちゃめちゃ無茶ぶり。いや、ちょっと待って、マジで無理だ。何も思いつかねえ。どうしよう。ウェイ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 。んー、反応なしかやめろ。なんか言え。マイクにスマホ近づけてないどころか、むしろ遠ざけたから、そりゃ反応ないよね。なんてことしてくれてんだ。ただウェイウェイ言ったやつじゃねえか、俺。張り紙なんか書かれてる。なんか汚れてるけど、マイクに向かって、ブルルルルって言ってください。そうすれば景品がもらえます。肝心なところが汚れてて読めない。しかも汚れがにみに、にくいくらい頑固そうだ。上位じゃないと避けない、取れないのか。これな、もういい、ウェイ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 。ちょっとね、マジでやべえやつじゃねえかよ。これなんかあれか。また今後来るパターンかな。まあ、とりあえず暗号もありと。ちょっと上行ってみるか。ウェイ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 行ってみるか。あ、やべ。待って、これバレてる。ああ、早い。ちょっととりあえずこっち行こう。危ねえ。
こっちは追ってこない。よし、なんだ、あ、え、魚の数があの暗号になってるパターンかと思ったけど全部2なんだけど、なんだ、関係ないのか。金庫がある。色のついたボタンが4つあるみたいだけど、多分押す順番が、あー、ちょっと一回やめてみるか魚臭そうだからやめとこうって書いてあった。今張り紙なんか書いてある。魚の飼い方初級編、定期的に水を取り替えよう、水槽に変なものを入れないようにして、当たり前、七分袖をかっこいいと思うのどうすんだよ今見てる人で七分袖着てる人。七分袖は魚の飼い方に関係あるのかな。真面目なツッコミした。なんだ、ちょっと一回入力してみるか。押す順番、さっきのボタンと連動してんのか。なるほどね。黒ボタンをググッと押す。黒ボタン、え、何も起こらない。もっとグイッと押せばよ。それ押し方の問題じゃないんだよ。ちょっと待って、じゃあさっきのちょっともう一回これやってみるか。一回先にな。よし、全く記憶せずに行ったんで僕は。あ、え、関係ないじゃん。あれ、これじゃないのか。え、なんだなんだなんだ、全くわかりませんこっち行ってみるか。あ、なんかあるね、スマホが。あ、これセーブできる。とりあえずセーブするか。まだだったのかな、さっきのは。こっちから行ってみよう。何、え、何何何、抱き枕これ。めっちゃ怖かったんだけど今俺。死体が並んでんのかと思ったんだけど普通に。アニメキャラの抱き枕だ。なんや、なんかやたらでっかいんだけど。うん、でっかいね結構。いや、だいぶでかいよ。3人分くらいあるよ。成功。ちょうどいいサイズの箱がある。開けるには3桁の番号を入力。とりあえず僕の誕生日とか。1月27。まあ、ですよね。服もあるわ。ものすごい勢いでお皿を洗ってる姿が描かれている絶対さっき撮ろうとしてたアニメだろ。なんかありそう、こっち。なるほど、わずかに風が吹いている。そしてポスターと、アニメキャラのタペストリーかな。ちょっと欲しいと思ったけど誰かが噛んだような跡があるからいいや。どういう状況、絶対魚がやっただろ。なんかちょっと待って、こっちは開かないと、体当たりしても無理と。あ、なんだ、のど飴。あー、やっぱ声優さん的に蜂蜜が入ってたら嬉しいけど、ラー油が入ってたら悲しいよね。ラー油入ってないよ、安心して。喉に直接スプレーするやつだ。喉をケアしているよアピールをしたい時に使うと効果的だよねちゃんとケアしてんだよ。そんな、ま、あの性格曲がんのやめてマスクだ。 99% カットとか言われると残りの 1% が気になるよね。わかるわかる、俺もマスクよくするからわかるわ。加湿器だ。出てくる蒸気をひたすら浴びたくなるよね。ならん。うがい薬だ。なんとなくうがい中はガラガラって言いたくなるよね。まあ確かに、なんでガラガラなんだろうね。うん、なんでもいいよね別に。パラパラとかでもないじゃん。パラ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 でも大丈夫ないもんね別に。それにしても喉をケアする道具っていろいろあるのね。ちょっと聞きたいんだけど、あなたはこの中でどれを一番床に叩きつけたい。どんな質問。やっぱまあそうかな、喉にシュッとするやつ、パーン。そうなんだ、私も一緒。私もそれを一番床に叩きつけたいんだ。私たち気が合うかも。なんだそれは、適当な話これ。一番くだらない話してる。なんだこれ、これは一体なんだろう。瓶の中に怪しげな粉が入ってるみたいなんだけど、せっかくだからもらってこうかな。所持していいのかどうかわからないけど、やめろ。そこは触れなかったんだ俺も。怪しい粉、怪しい粉って書くな。なんて書いてあるんだ。抱き枕の注意事項。当社の抱き枕は非常に軽い素材を使用しています。そのためわずかな風で飛んでいくこともあります。その時は走って追いかけて捕まえてください。なんか逃げるペットみたいな扱いだ。おお、さっきの風が吹いてるのと関係あったりするのかな。とりあえずセーブだけかまして、この白い粉をちょっと、風で動いてる。動く、動かないよね。なに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 、なんかヒントになってんだよなきっとこれが。いや数字かなって思ったけど関係ないもんね。3桁、これまさか111とかだったりしないよな。あ、違うか、やっぱりこれ普通に縦に並んでるから111違うの。違うよねさすがに。
もう関係ないか。一回出たり入ったりしたらもしかして変わったりする。ああ変わる。なんだ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 。どっかのパターンを探すのか。おーおー、めっちゃ来てるな。待てよ待てよ待てよ。戻った。なんだ、なんかヒント、法則はあるね一応。こっちまで来る。は？なんだなんだなんだ、わからんな。まだわからんね。なんか怪しいけどなー。まあいいや、ちょっととりあえずは白い粉どっかに使ってみるか次。魚やべえな。あとこれは？あー触らないで置いとこう。白い粉どこで使えばいいんだろうな。魚にあげてみるとか。魚の餌だったりしないか。アイテム。怪しい粉。あ、使えない。なに？カーディガン。黒ニーソ。黒ニーソの匂いやめろ。なんだ黒ニーソの匂いって。あ、やっぱ聖子なんだ。喉20、顎30。顎ってなんだよ。声量1なんかよ、聖子。めちゃめちゃちっちゃいじゃん、声。こんにちは、皆さん。みたいな声じゃん。お、水槽の中に魚がいる。あ、そうだ、あの怪しい粉を入れてみようかな。おほほほ、ここで使うんだ。やっぱり餌なんだ。あ、色ついたな。なんか魚が黄色になっちゃった。やっぱりやばい粉だったね。え、待って、これ全部が色ついてくるパターンか、もしや。あ、青になったやっぱりやばい粉だったねっていうのやめてくんない？あー黒。あ、なるほどね。で、これを順番にあれってことか、緑。うんうん。でも順番って何なんだろうね。順番って何だろう。これ黄緑黄色青だったりするのかな。でも黒じゃなかったもんね最初。じゃあ緑からいってみる。緑。あーどうなんだろう、黒。どうなんだろう。まあ順番的に青か。青。どうだ？黄色。何も起こらなーい。あー、わかったー、そういうことかー。あの、向こうのボタンと連動してるんだ。多分、1、2、3、4じゃなかったっけな。だから、黒、緑、青、黄色だ。黒、いや、これ勘なんですけどね。正直。青。これもう、もし当たんなかったらすぐ見に行きます。すぐね。やったー開いた。中に何かある。一切遠慮なく取ってしまおう。やめろその言い方。おい、なんだそれ、魚の右目。遠慮なく取ったけどキモい。失礼だな。何魚の右目って、まさかあいつの、あのさっき言った魚の右目、あいつ右目ないのか、もしや。まあとりあえずちょっと待てよ。セーブだけするか、一回セーブだけして。あ、分かった、そういうことか、ここにはめれんのか。待てよ、右目だからこっちだ。なるほどね、なるほどなるほど。怖すぎるわ。ぴったりだ、すごい。まあぴったりっていうか無理やり押し込んだんだけど、やめろ。そこはぴったりってことにしとけ。想像しちまったじゃねえか、なんかぐにゅってなったの。あとここの謎だね、解いてないね。ここだけなんだこれ、やたらでっかい抱き枕。一回寝てみっか。一回寝てみたらなんかなったりすんのかな。これさ、なんかさ、もしかしてよ、ちょっと写真撮っていい？もしかしてだけど、これデジタル文字になるってことじゃない？ちょっと撮ります。これさ、全部がさ、全部重なってさ、順番にやってくとデジタル文字になる説は大いにある。ちょっと待てよ、2枚目、3、4回あるもんね。完全に何をやってる人なんだろうって今感じなんだよね。パソコン画面写真撮って、ちょっと待てよ、よし。あ、やべ、めっちゃ連打しちゃった。あ、わかった、935だ、935、935になる。これ絶対当たってる、だってもうなったもん。押してみる。935、よし！いや、これはちょっとさ、難易度が高かったよ。写真撮んないと絶対わかんないよ。
あ、開いた、開いたよ。中になんかある。おー、キャラのタオル。え？何に使うんだろう。いや、これちょっと難しかったな、この謎。とりあえずセーブしようか。セーブ。キャラのタオル。何したらいいの次。あ、わかった、わかったけど、それがやっていいことなのか。ちょっととりあえずアイテム見よっか。アニメキャラのタオル。父親がギャンブルで負けた時に流す涙もこれで拭けるぞ。おい、悲しすぎるわ。なんだそれ。そんな説明らいらないだろう。まあ、とりあえず行こうか。ちょ、これ、こいつやべ、こいつやべ、こいつやべ。てか、こいつマジでなんかあんのかな捕まったら。一回捕まってみる？ブリー！うわー！猛烈に臭い！あ、ダメだ。ゲームオーバーでーす。喋んな。喋んな、絶対に。そんな感じで喋んな。ブリーだけ喋っとけばいいんだよ。待てよ、とりあえずじゃあちょっと行こうか。多分だけど、なんか髪の汚れを拭くんでしょ？アニメタオルで。果たしてこれはしていいのか？お！タオルで汚れを拭き取ってみようかな。拭き、拭き。よかった、汚れが取れた。それで書いてある文字は？マイクに向かって二人が同時に同じ言葉を言ってください。そうすれば景品がもらえます。おー。そっか、二人が同時に同じ言葉を言えばいいんだ。ぼっちの人には厳しいやつだ。いや、ほんとだな。え、これ俺と聖子が一緒に言うってことかな？何を言おうかな？あ、そうだ。私は今欲しいものを言うから、あなたも欲しいものを言って。あ、え、その、なんか、ね、意思疎通ゲームみたいな感じでやんの？え？わかったわかったわかった。きっとお互いぴったり同じものを言うと思うよ。それじゃあ行くよ。え、ほんとかな？え、ほんとにガチで欲しいものを言うよ。ガチでもうボケなしで。ボケなしで言うから。いや、先に出ちゃった！パソコン！え、ダブル餃子定食！早かったよ。あ、マイクの中から何か景品が出てきた。やったー！うまくいったね！うまくいったね！もうだいぶ無理やり。もう左目ゲットした。キモいなぁ、確かに。なんだこの景品。ハズレだろ、どう考えても。とりあえずちょっとね、ブリ人間が怖いから、ちょっとブリ人間を避けつつ行こう。よし。オッケー、じゃあとりあえずセーブして。よーし。ちょっと謎解きの難易度が高めなんだけど。オッケー。これで、おお、開いた！やった、開いた！なんて君の悪いセキュリティ、ほんとだよな。しかも、ブリ人間がいんのにもかかわらず、相当鬼畜な野郎だぜ、こいつ、ここの、あれ作ったやつは。あ、セーブあるけど、なんだ？ん、何か落ちてる。なんだろう、これ。写真かな？何枚かあるみたいだけど。え、この写真、私の家のすぐ近くが写ってるんだけど、え、怖っ！ちゃんと怖いやつ来た。わ、これも、これも全部私の家の近所が写ってる写真だ。なにこれ？気味が悪い。気持ち悪いね。誰が撮ったんだろうね。とりあえずセーブするか。ちょっとホラー要素出てきたね、急に。うわ、またブリ人間だ。まあ、やばい。とりあえずこっち行くか。まあ、ブリ人間は写真とか撮れないでしょうからね。なんだ？なんかゴリラいるんですけど。あれ、完全にゴリラだよね。ゴリラだよね。ゴリラだな。なんでこんなとこにゴリラがいるんだろう。うわ。なんか奥に限らしきものがあるけど、本当だある。柵の中に入ったら危ないよね。そうですね。フィギュアが置いてあるね。キャラフィギュアかな。缶ビールくらいキンキンに冷えてる。カイジみたいになってる。これなんだ。開かない。鍵が必要な箱。ほう。張り紙なんか書いてある。ガチで危険。ガチで危ないので、ゴリラのいる柵の中にガチで入らないでください。全然危険感ねえ。説得力が全然ない。ガチでない、説得力が。これは多分、ガチだな。一番好き。このセリフ、一番好き。今までやってきたゲームの中でも、ベスト。マジで。一番好きなセリフ決まりました、これ。これは多分、ガチだな。小学生か。とりあえずこっち行ってみるか。え？何？何？ケチャップ？これ。丸い皿に刺身が盛り付けてある。意外と脂が乗ってるし、鮮度は悪くなさそう。だからといって食べようとは思わないけど。なんだ？四角い皿に刺身が盛り付けてある。意外と脂が乗ってるし、鮮度は悪くなさそう。これは？船盛りに刺身が盛り付けてある。意外と脂が乗ってるし、鮮度は悪くなさそう。だからといって食べようとは思わないけど。ポストこれ？何これ？ちょっと細長い箱がある。ひらがなが3文字入力できそうだけど。
ん、どうして押してみる。ひらがなパターン、こんなパターンあんの。どうかな。あー、無理か。何も起きない。奇跡は起こらない。まあ、起こったら怖いんですけど、そんな、今ので起こる奇跡見たくないんですけど、別に。ひらがな3文字か。とりあえず右側もなんかありそうだよね。あー、また、なにこれ、口を入れんの？あ、胸びれか。びっくりした。口を入れんのかと思った、ここになんか、魚の。だいぶセーブも増えてきたね。いい部屋だな、普通に。テレビちょっと古いけど。アニメの DVD が置いてある。よく見ると全部2巻だ。2巻マニアなのか、どんなマニア？怖えよ、そんなマニア。アニメの DVD、2巻マニア怖えよ。なんだよ、それ。中途半端な。マニア。妙に古そうなテレビがある。壊れてないみたいだけど、画面には何も映っていない。なんか DVD 見たら出てくるパターンかな、その文字が。そのパターンな気がするな。2巻なんじゃない、もしかして、あのパスワードの文字。いか2巻なんじゃない、それは違うか。なんだ、カセットテープレコーダーかな。やたら古そうだけど動くのかな。あ、ボタン押したら動いた。何か再生されるかな。お、どうだ。無言のカセットテープレコーダー。今後どうすればいいか迷ってるようですね。はい、わかります。では教えましょう。いいですか、刺身と友人になるのです。どういうこと。そうすれば聞こえます。刺身の声があなたにも聞こえる。これ多分ガチだな。うわ、何これ。刺身と友人ってどういうこと。よく意味はわからないけど、どうすれば刺身と友人になれると思う。まあ、とりあえず刺身と一緒に寝てみよう今日。布団でね。あ、そっか、あなた友人いないからわからないよね。なんかごめん、やめろ。とりあえず刺身と友達にならなきゃいけないんだね。さっきの刺身、いた刺身とやね、友達にならなきゃいけないのか。段ボールの中にはカセットテープが入ってる。肩でラジカセ背負ってる人とか使ってそう。おう、これはリモコン。とりあえずもらっておこう。何のリモコンなの。どこへ行ったか、よくなくすでおなじみのやつ。カバンに入れて持って行ってしまうこともあったりする。それはない、それはないだろ、さすがに。刺身と友達か。何言ってんの俺。刺身と友達って。え、待って、こっちから来たのか。これセーブだけしよう、一回セーブだけして。んー、刺身と友達になり方がわからないと、これ話が通じないパターンだな。話が通じない、今後いけないパターンだな、これ。どうしたら、当然聞こえないよね。聞こえないもんね。聞こえないもんね。何したら聞こえるようになるんだ。もう何これ。ラヒメ、もうヒラメだろ絶対に。これ言ってるわ、四角い皿の刺身、丸い皿の刺身、船盛りの刺身が。もう清涼がある、聖子よりも。なんだこれ。おい、どういうこと、ね、清涼って何。ヒラメじゃん絶対に。これ何、これ、笑っちゃったわこれ。なんで仲間の欄にいるんだよ。仲間なんか俺たちは。もうヒラメだなこれ、確実に。ちょっとやってみるか。ちょっと、でも普通に順番にとかじゃないよね。ヒラメだよね、あれは。ヒラメ。よし。決定。あ、開いた。それも豪快に。中になんかあるよ。牛タンかな。牛タンなわけねえだろ。なんでだよ、キュウリ。あ、来た来た。牛タンじゃなかった。まあ、確かに牛タンうめえもんな。牛タンをレモンで食べるのは最高だよな。わかるよ、その気持ちは。でも牛タンじゃねえんだよ、今は。とりあえずセーブしよう。あとゴリラだね。ゴリラはどうすんだろうな。ぴったり。よし。ゴリラ用のなんかあったっけ？リモコンとか使ってみたらいいのかな。ゴリラにリモコンは意味なさそうだけど、まあ、リモコンをぶん投げるとかはできそうか。こっちじゃないわ。リモコンをぶん投げてみるか、一回。そういう動作できるのか？無理だね。いや、待てよ。ここでリモコン使えんじゃねえか。
もしや。あ、できたできた。このリモコンに何か映るかも。なんだこれ。さっきのあの広い部屋だね。ブリ人がいる広い部屋の下にバツなんかあんだ。あのテトリスみたいな。ここの下。ちょっと待ってよ。いや、ブリ人がいいんだよな。ここの話だよね、多分。やべ、ブリ人が来る。あれ？あれ？ちょっと待って。やべやべやべ。ここじゃなかった。ない。あ、逆か？逆から見るのか？こっちか。違うな。あ？もう全然わからん。やべ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 。こっちか。もしや。全然わからん。ここじゃないの？ちょっと待てよ。あ、来た！プリ人間止まってくれ。ん？なんか床に落ちてる。全然集中できない。長めの棒。え？でもブリ人間いるとやばいんだって。やばい、危ね。長めの棒ゲットした。何長めの棒って。何？違う。これか。釣り竿みたいに伸び縮みする長い棒。伸びろって言うと伸びるわけではないみたい。何に使うんだこれは。これは。ん？これがゴリラになんか使えたりすんのかな？ゴリラー。棒を使って、伸ばして棒を使って、ヒュッてやるん。ヒュッて。そうか、ゴリラと友達になれ。あ、そうか。長めの棒でゴリラをグリグリとつけばいいんだ。怒らせようとしてる。でもそれはちょっと気が引けるな。ゴリラ大好きっ子に怒られちゃうし。いるのかな？いるかな？いるわな、絶対に。いいこと思いついた。ゴリラにスマホを渡すから、あなたがゴリラに鍵を取ってくるよう指示して。ねえ、どういうこと？ゴリラスマホ受け取るんかい。うわ、うわ。これでよしと。それじゃあ頼んでよ。ゴリラ、お、すごいな、ゴリラ。賢っ。うわ。うわ。これ、エネゴリくん入ってるだろ、中に。さあ、その鍵を取って、今すぐ、私な、これが通じてるのかどうかわかんないけどね。ゴリラくんわかんないし。うお、わかった。うお。無理やりすぎるだろ。さすがに。ひどいな。うお。やった！ちゃんと鍵持ってきたよ。スマホも返してくれるし、やっぱりゴリラは賢いね。ゴリラの鍵を手に入れた。ゴリラの鍵なんだ。スマホも返してくれるんだ。これ、ここの鍵かな？おお、やった！両方ゲットしたじゃん。ラッキー。サクサクいけてるね。長い棒がもう、どこにあるかマジで分かんなかったけどね。正直。よし。で、ぴったり。こっちも、やる。オッケー。なんて君の悪いセキュリティ、ほんとだな。よし、とりあえず、セーブだけして、よし、じゃあ行くか。あ、またセーブ。めちゃめちゃセーブがあるんだけど。まあ、セーブしとくか、とりあえず。甘えて。なんだ？怖いな、ボス戦果あるね。あ、階段だ。もしかして外に出られるかも。ほんとに？え？誰？うわ、急に誰？ほんとに誰？何？声優ストーカー？俺は声優のストーカー。週6日で声優をストーキングする男。いや、働け。なんだそのサングラス。毎週1日休みがある。もしかして私をこんなところに閉じ込めた人。そこじゃねえだろ。その通り。簡単には出られないように俺も知らない謎の生物を放っておいたんだがな。何なんだろう、あの魚みたいなの。お前が怖えよ、一番。なんであの魚、どこで手に入れられたんだ、ほんとに。しかも、聖子はもう声優なんだね。知らないよ。そんなことより私声優目指してるだけで、声優じゃないんだけど。やっぱそうだよね。声優ストーカーの朝は SNS のチェックで始まる。お前は SNS をやってるだろ。声優志望者もしっかりチェックしてるのだ。うわ、怖っ。もう何、卵からもうやっていく。うわ、怖っ。声優志望者なんてたくさんいるから、チェックするの大変なのに、他にやることないのか。ないんだろうな、きっと。そこでお前が SNS に上げた写真を解析して、住所を割り出し、レンタカーでお前をここへ運び込んだというわけだ。いや、怖すぎるだろ、やってること。笑えねえよ、普通に。そんな、免許はあるのに車は持っていない。そこかい。
そこかい。でも一体なんで私なの？私が何をしたの？写真の解析は住所の割り出しだけじゃない。この前お前は牛タンシチューの写真を SNS に上げたはずだ。牛タン本当に好きなんだね。え、確かに牛タンシチューを作って画像を上げたことあるけど。同じ日に男性の声優志望者の SNS にも牛タンシチューの画像が上がった。まさか。え、まさか。その牛タンとお前の牛タンがまあまあ似てたんだよ。これはもう一緒に食べていたの確定だ。まあまあ似たって偶然じゃないの？完全一致ならまだわかるけど、まあ確かに。たまたま一致することもあるからね、普通に。声優が同じ日に牛タンシチューを食べるなんて絶対にない。確実にありえないんだ。どうなってんだこいつの頭。そんなにありえないことでもないよ。そんな日もあるでしょ。男と付き合ってることを隠しながらしれっと平気な顔で SNS やられがって、クソが、ふざけんな。あ、それに怒ってんだ。いやいや、付き合ってないってば。それに私牛タンシチュー好きだからかなり頻繁に画像上げてるし。牛タンシチューを。でも本当に付き合ってなかったらすげえかわいそう。だってもう完全なるとばっちりじゃん。てめえ絶対許さねえぞこの裏切り者が。舌を引っこ抜いてグツグツ煮込んでシチューにしてやろうかこの野郎。もう小学生みたい。なんか全然話が通じないんだけど、どうしよう。ここで伏線ってかタイトル回収なんだ。ねえ聞こえてる？ちょっと助けて。なんか変な人がやばくてピンチなんだけど。おーよっしゃ任しとけ、俺が言ってやるからな。なんだおいてめえ、なんだそのスマホは。誰と話してるんだよこせ。わっ、あ、ちょっと何すんの、返して。俺のターンは来ないの？おい、もしもし、聞こえてるか？てめえ誰だ？今まで通話してたのか、こら。ねえ、そのヤバい人に賞金戻るように説得して、お願い。あん、誰だか知らねえけど、俺になんか言いたいことでもあるんか。言ってみろよ、こら。俺の名前はポッキー。お前、声優のそういうのをやってないで、お前が、ごめんなさい、間に合わなかった。え？本当にすいませんでした。何もかもすべて僕が悪かったんです。あなたのおっしゃる通りです。反省してます。いや、恥ずかしいわ、逆に。言いそびれたんだよ、俺、こっちは。今後はもうその子の半径100メートル以内に近づいたりはしません。結構近い。SNS も二度と見ません。大変申し訳ございませんでした。ものすごい説得能力。想像以上のスピード解決だ。なんだこれ。終わるなよ、終わるなよ。終わるなよ、絶対に。どこだよ、ここ。しかも終わりじゃないか、これ完全に。これ緑の草原に出たら終わりなんだよ、大体こういうゲームは。やった、外だ、外に出られた。ねえ、聞こえられる？聞こえられるってなんだ。聞こえる？やっと外に出られたよ。あなたのおかげだよ。ありがとう。よし！任しとけ。じゃあ、俺の動画の声優もやってくれよな。大きくなったらな。あれ？今、スマホからじゃなくて、直接あなたの声が聞こえたんだけど、え？もしかして、すぐ近くにいるの？え？いる？部屋に！怖えな。それは一番怖えな。確か、あっちの方から聞こえたような。え？なになになに？え、何？何この双剣。あなたに直接会えるかもしれない。あっちだ。え、何？何？え、俺こっちにいんの？大体こんなオチだろうなって思ったでしょ。嘘でしょ？私でっかいブラックバスと会話してたの？誰がブラックバスや。魚から出てきた男。あ、電話の人ですね。どうも。中から人出てきたんだけど。外に出られてよかったですね。いや、お前もだよ。確かに。終わるな。終わるなぁ。いやー、でも面白かった。めちゃめちゃ面白かった、このゲーム。なんだ、めっちゃ引き込まれたんだけど。俺大好き、このゲーム。話が通じない恐怖。まあ、ということでね、皆さん、ご視聴ありがとうございました。皆さんは話が通じないとき、どう説得しますか？そんなことを考えさせられた深いゲームでしたね。そんなことないか。じゃあ、終わります。さよなら。